Keep, sometimes known as keeps or talking knots were recording devices historically used in a number of cultures and particularly in the region of Andean South America. Similar systems were used by the ancient Chinese and native Hawaiians, though this video specifically deals with a strange connection of keep in i n c with g e letters in Japan.keep つまり縄の結び目で文字を表す keep は世界中で使われていました。インカはもとよりハワイでもそして古代中国でも使われていました。もちろんこの日本でも使われていました。それが 縄文模様つまり縄文文字ということになります広しは浜祭りジャパン n 紐の結び目の位置形で数文字を表すのがキープということになります今ご覧いただいているのは南米のインカで見つかっている キープです少し前まで解読不能と言われていましたが近年その解読が急速に進んでいるようですウィキペディア百科事典は次のように書いています「インカのキープについてその解読が進んでいます キープはインカ帝国で使われた紐に結び目をつけて数を記述する方法ケチャ語で結び目を意味するキープは紐の結び目の形で数を表現するため欠如とも呼ばれていましたキープは単なる記号以上の複雑な体型を持ち 言語情報を含んでいることが近年の研究によって明らかにされています王や役人は人民の統治に必要な情報などをキープに記録しその作成及び解読を行うキープカマヨックつまりキープ保持者と呼ばれた役人がいました欠場は中華民族の始祖とされる 伝説の副議が行ったとされ日本列島では沖縄や房総半島や北海道で昭和時代まで使われていました。ここが重要です。繰り返します。欠場は中華民族の始祖とされる伝説の服儀が行ったとされ、日本列島では沖縄や房総半島や北海道で 昭和時代まで昭和時代まで使われていました。縄文人も文字を持っていました。それが縄文模様ということになります。縄文人すなわちアイヌ人ということになります。 Japanese archaeologists definitely claim that Jomon people did not have written character or writing system itself. I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea, and I have insisted that Jomon people had it. That is to say that Jomon people had written character.

意味を表す文字を持っていなかったと。2万年にもわたって高度な文明を維持した縄文人ですよ。その縄文人に文字はなかったというのです。つまり世界の文明の中で文字を持たなかったのは縄文人だけというのです。が、本当にそうでしょうかそんなことがあり得るでしょうかが、答えは 侵略、その侵略、縄文時代には文字がありました。しかも極めて高度な数学的文字でした。広しは浜祭り、ジャパン。画面を見ながら説明します。縄文、土器、縄文、 亀にはですね、奇妙な文様が使われています。しかも、繰り返し同じパターンが使われています。そして、そのパターンを、いわゆるま、分類しますと、例えば、この縄文模様は、十のパターンに分類することができます。で、これが、欠条と言われている、因果で使われていた文字です。未だにその意味は、 解明されていません。キープとも言います。キープは、インカ帝国で使われた紐に結び目をつけて数を記述する方法。ケチワ語で結び目を意味する。keep は、紐の結び目の形で数を表現するため、欠状とも呼ばれている。 キープは単なる記号以上の複雑な体系を持ち、言語情報を含んでいることが近年の研究によって明らかにされている。王や役人は人民の統治に必要な情報をキープに記録し、その作成及び解読を行うキープカマヨク、キープ保持者と呼ばれた役人がいた。 そして皆さん、ここが重要ですから、しっかりと確認してください。欠場は中華民族の始祖とされる伝説の副儀が行ったとされ、いいですか皆さん。日本列島では沖縄や房総半島や北海道で、北海道で昭和時代まで使われていた。北海道で 昭和時代まで使われていた。これがキープ、つまり欠場です。そしてこのキープと同じコンセプトを持って書かれているのが縄文模様ということになります。縄文模様ですね。縄文土器、縄文亀に描かれた縄文模様です。まず それを比較してみてください。左がインカのキープです。右が縄文模様です。キープと縄文模様。コンセプトが大変よく似ているということです。まあ、縦に筋って言いますかね。縄目を入れ、まさに縄文を入れて、そして、まあ、何かの意味を表しているということになります。そこで私、林博士は、これらの縄文模様を 分類してみました。簡単な作業です。まあ、そうして分類してみますと、10のパターンに分けることができました。皆さん、10です。10のパターンですよ。つまり、10進数ということになるわけです。0から9までの数字、すなわち、10進数ということになります。まあ、こうして今、私はですね、まあ、ランダムにあちこちから縄文模様を切り出してきて、 そして、称号してみました。そうしましたら、10のパターンに分けることができました。つまり、この10のパターンは、数字を表していると、私、林博史は判断しました。また、そう考えて当然かと思います。まあ、ともかくも、今、皆さんにご覧いただいているのは、10のパターンに分類して、あるいは10のパターンに分類できるということを、まあ、 皆さんにご覧いただいています。まあ、複雑な文様からですね、簡単な文様まで、十のパターンに分けられます。で、さらにあちこちから、縄文模様を合わせてみますと、それぞれこのように一致します。つまり、縄文模様はランダムにクリエイティブなマインドで作られた模様なんかではないということです。模様なんかではないということです。 縄文時代には文字はなかったと平気で主張する日本の考古学者の先生たち。あなた方はそういうことを主張することによって、私たち日本人の縄文時代をですね、馬鹿にしてるんですよ。縄文時代には文字がなかったというふうに決めつけて、そうした研究を一切していないという姿勢の中に、私は日本人が本来的に持つ愚かさを感じます。 ともかくも、このように分類してみますと、10のパターンに分離できます。つまり、これらはですね、簡単に言えば、この文様は10の数字を表しているということになります。いかがでしょうかそして、この数字がですね、バーコード方式で、極めて高度な文字、あるいは意味を表していたと、私、林博士は考えています。 もう一度、この縄文亀を見てください。この縄文亀には、こうした模様が、まあ、書かれているということですね。例えば、これを7、3としました。この模様と数字の、まあ、合わせ方はですね、これは私、林博士が便宜的にしたものです。先ほど分類した形に応じてですね、文字にこう、まあ、数字に置き換えていました。例えば、例えばですね、まあ、中央の5はですね、 まあ、ごとしてみたということです。まあ、赤で、まあ、今、色付けたのは、やや不明であるという意味でですね、まあ、赤にしてみました。ともかくも、上が私が分類した、ま、0のパターンです。そのパターンに応じてですね、便宜上、12345679、0というふうにしてみました。で、縄文時代には、文字があったということになります。以上、縄文文字、バイ、林博史説です。 どうか続く動画をご覧になってください。Bye for now! Jomon letters Japanese archaeologists definitely claim that Jomon people did not have written character or writing system itself I Hiroshiyashi have got a quite different idea and I insist that Jomon people had it that is to say that Jomon people had written character and writing system though It had not been deciphered yet. 縄文文字。日本の考古学では縄文人たちは文字を持っていなかったということになっています。またその分野の研究は全くなされていません。が本当にそうでしょうかそれで良いのでしょうか実は縄文人も文字を持っていました。数字も持っていました。 未だにそれが解読されていないだけで、文字です。数字です。つまり、縄文人は文字や数字を持っていました。例えば縄文人は縄文土器の中に文字を織り込みました。数字を織り込みました。大変高度な文字や数字で、一般の人にはそれはただの模様にしか見えません。が、文字です。数字です。それをこの動画の中で説明しますが、文字の一部の解読に、 成功しました。 Hello, this is Hiroshihaya Shi, 浜松駅、Japan. 縄文 people are fathers of Maya and Inca or other civilizations around the Pacific Ocean.In Japanese, 縄文人はただの縄文人ではありませんでしたということを今日話したいと思います。これは縄文人が作ったまあ 土器ですけども大変複雑な形をしていますこれは山梨県で発掘された縄文土器ですけども、えー、ソリ遺跡ですね、えー、ここにまあこの展開図があります展開図は縄文新書ホームページさんより拝借いたしました、えー、これが展開図なんですねで、これを見たときにやはり私は驚きました これほどまでに精致して複雑であったのかと、まあ、展開図してみるとよくわかるんですね。でこう2本の線があるそしてここに模様がありますね。私はここに着目してどこかで見たような気がして探してみました。ありましたね。パレンケのある王様の、まあ、お棺の上の蓋,蓋なんですけどもこれ。 ここに同じようなマークがあるんですねで。並べてみると非常によく似てるのが分かるんです。いわゆるコンセプト、いわゆるその作るなってますか、ね、基本的なコンセプトが同じだということですね。上が縄文で下がパレンケです。え2本ずつこう線が入って、その間にこの文字らしきものが入ってるということなんですね。これは偶然の1でしょうか。でもう1つあるんですけども、ここにこう,こう,こうなってますか、あの枠で囲んで文字を書くっていう感じですね。ここれもやはりこの あの文字のコンセプトと似てるんですね。でここのあるのが仮に文字だとするならばってことですけどもずっとこう文字として拾ってみます。確かに文字らしいですねただの模様というよりもこんなところに模様を描くわけはないでしょう何か意味あることを書いたんでしょうね。となるとこれが文字ということになってくる。文字ということになってくるとまあね世界最古の文字ということにもなりかねないわけですね。 でもう一つ私は気づいたことがあります。ここに奇妙なマークがあります。このマーク、鼻のマークとも違うんですね。二つずつというか、くるんくるんとこう、なっていますか、円を描いているという感じですね。で、これは、あの、えぇ、ー、円で見つかった、あの、模様ですね。演算しで見つかったあの土器の模様です。で、この、えー、二つの模様を比べてみますと、 これがまあコンセプト同じというか同じというか実によく似てるんですね。で、このマークどこかで見たことがあるということで私はなかなか思い出せなかったんですけども森本聡さんに頼みましたら見つけてくださいました。ここにカリカというカリカ遺跡というのがあるんですね。で、考えてみれば私はこのマークねマヤの文、マヤ文明のあちこちで見たことがあるんですよ。で、まあ、それはマヤ文明のマークかなと思ったんですけども いざ今度逆に探してみようと思うと、これ大変なんですね。で、やっとこう、胸元さんに頼んで見つけていただきましたが、このマークと同じなんですね。で、並べてみるとよくわかるんです。どうして縄文あの土器にのあのついているマークがですね、マヤにもあるかということなんです。皆さんもなぜかということをお考えになると思いますよ。 で、左が縄文、右が仮カ,カ遺跡のマークです。コンセプトは同じですね。で、これはただ単なる偶然かというと、そうでもないんです。これは、オハイオ考古学研究所というところを発行している、まあ、雑誌の,あの絵なんですけども、これはあの、この、なんて言いますかね、メキシコの浴衣半島の下の方ですね、縄文土器が見つかっているという報告書なんです。 あの一箇所あの、えっと、ボルネオですかどっか行ったのは、あれはあの間違いだということは分かっております。間違いということは、あのシールロを、ね、ハワイで取り違えて、それで同じようにしたということです。これはオ,オハイオーアイコロジーセンターですねで、出てるんです。で、この中でどんなことを言ってるかというとですね、今からまあ5000年前にですねあの、日本人がですね、海を渡ってそっちへ行ったんだと。 の前の方へ、南アメリカ、北アメリカの,あの南部ですね、行ったんだということが書いてあります。で、まあ、バルディビア、バルデビアの、その、にもその土器が残っていて、そのバルディビアにアと、その、なんて言いますか、あの政策政作方法が同じ。ということは、バルディビアの方が縄文の影響を受けているということを言っているんです。 いいですかここが重要なんですよ。バルディビアから縄文行ったんじゃなくて、縄文の形式、縄文のが先ですから、時代的に。あの縄文の方が先で、バルディビアにも同じものがあるということなんですね。どうしてこんなところにあるかですけども、今度別のですね、えー、カール・ヒュー,、えー・ジョーンズっていう人のね、論文によりますと、あのこ,こあのようこれも論文ですけどもあの、ここの部分にあるんですね。 でこの部分に何てあるかというとです、ね、大変興味深い,深いことが書いてあるんです。どういうことかというとね、バルディビアのメーカーたちはね、ポットを作る人たちはですね、あの太平洋を越えてあの日本からです、ね、あの,の技術を入れていると、そしてこの漁夫が、ねえー、8000マイルも越えてです、ね、海を越えて、エクアドルのバルディビアへやってきたことになっていると。 こんな効果は不可能に思えるかもしれないけどもね。何世代もそこに住んでした,とこと人,たち人たちのことを思えば不可能ではないと。まあ、そういうようなあの結論で書いてありますけどもね。 でもう一つこう奇妙なマークが、これはあの偶然の位置かもしれませんけど、これはエジプトのまあ神殿であちこちで見られる何でもないマークです。皆さんもご覧になったことがあると思います。これはまあ一種の食則要因なのか何かわかりませんけども、こうした記号を持ってるんですね。で、これと同じものがやっぱり縄文土器の中にもあるんですよね。まあ、これはまあ私も偶然かな。というのは、エジプトとね、縄文土器と結びつけるものが今のところ見つかってませんので、あの偶然かなと思うんですけども、わかりませんよね、それは。 空を自由に飛ぶことができる人にとっては何でもないことですから。まあ、ともかくもこ,の関係だけでこの絵だけでね、エジプト文明と関係づくりを打ったといけませんが、ただね、前のユカタン半島でこんな、ね、土偶が見つかっているんです。これ最近見つかったんですね。でこの土偶とですねあの、日本にある土偶とが、ね、似ているということを私は、まあ、発見したわけであります。 でこのそ,のそれと同じように並んでいる、まあ、これ、もう一つの道具があるんですね。同じ場所に陳列してあるということは、おそらく同じ時期に同じ場所で発掘されたというふうに考えるのがあ、まあ、合理的ですね。あのまあ、同じまあ陳列帯といいますかで。これは日本の八戸で見つかった道具なんです。でこれは合掌道具という名前がついていますが、合掌なんかしてるんじゃないですよ。 あの若い女性が安山を記念して、天に向かって熱心に祈る姿、終作であるなんてね、考古学者の作文には爽快でありますけれども、そういうのをこじつけっていうんですよ。皆さん、あちら、足の方は私のことをこじつけと言っておりますけれども、私はそういうそういういのをこじつけというんですよ。まあ、どちらが正しいか、まあ、やがてわかると思いますけれども、あの、これが、その左にこの、あの、道具がありますね。で、これが、まあ、並べてみますと、まあ、 座り方が同じっていうことだけじゃなくて,か、まあ、なってまかやっぱりコンセプトなんですね。長いて。ただあの、顔の形がね、左の方は異様に細いですね。というようなことで、まあ、あの同じものを見つけたんですけども、これ今回はこれが目的じゃなくて、こちらの方なんですね。私、この,どああの八戸行ったときに右の方はですね、なんでもない道具だというふうに思ったんですね。というのは、先ほどの宇宙服を着てましたから。でこちらの方は、まあ、ただ何でもないと思ったんですけども、 顔を比較しますと、よく似てるんですね。これがまた、三つの尖った先を持ってるわけですね、頭に。で、これは偶然かということなんですよね。いわゆるその、八戸で見つかった土偶と、それから、 浴衣半島で、左のがユカ半島で見つかった道具ですけども、よく似てる。これは偶然かってことです。右の方は衣服を着てるのかもしれませんし、左の方は衣服を脱いでるのかもしれません。もうともかくも、このユカ半島で最近見つかった道具はですね、えー、なんて言いますか、日本の道具と並び方はちょうど逆になってますけども、よく似てるんですね、配置,の配置というか。まあ、ひょっとしたら左が奥さんで、右が旦那さんかなというのは、まあ、そんな風にも考えたりしますけどもね。 わかりませんそれは。で、ユカタン半島。そして、このユカタン半島から八戸まで線引きますとです、ね、ちょうどですね北海道をかすめて、そして八戸ジャパンあの線へ行くんですね。ちょうどあの北海道の方から入るんですよ。で、1万 1000km 離れていると。で、これも偶然かということなんです。これ今度は船の設定は説明はつかないですね。あのだって、あの、 先ほどのはね、黒潮に乗ってあの南アメリカの海岸にたどり着いたというような説明がしてありましたけど、今度はそういうわけにはいきませんね。まあ、要するに、この、なんていうかあの、日本の縄文時代というのはただの時代ではないんだということを、これで皆さんも分かっていただけたと思うんです。 あの縄文、日本がですねむしろあの中心となって、えー、時代的に、ね、見てもですよあの南,タイ南アメリカ、南北アメリカ行き、下の方ではオーストラリアまであ行って、アボリジニーになって,なっていると。まあ、アボリジニの一派ですけどね、あのああのオーストラリアで僕私が学んだ範囲では4派、あのアボリジニというのはアジア大陸から渡ってきているんですけども、その一派がどうも縄文人でなかったかと私はあくまでも推察しております。そこで大事なことはですね、 皆さんは自分の常識を変えるということですね。これはあのあの森本さんが教えてくださったんですけど、日本ではこれを香炉入れとなっております。香炉です。まあ、これは日本人の発想ですね。ここが貧弱だというんです。逆さまにしますとこういうのになるんですね。皆さんこれ見てどう思いますか ?Hello, I am an alien. 私はエイリアンだなんてね、言っているように思いますね。まあ皆さんも常識を変えて、そしてまあ 新しい世界を一緒に見られたらいいんじゃないかと思います。自分の常識を変えるということは恐ろしいことです。勇気がいることです。しかし、その常識を変えると世界の謎がどんどんと解けていきますよ。そして、皆さんの世界観がぐーんと広がりますよ。楽しいですよ。まあ、こういうふうに縄文人というのはあちこちで拠点を作りながら、関太平洋で文明を築いていったと。そういうふうに考えられるわけです。Thank you very much for watching. どうか次の番組、あビデオを見てください。バイ Thank <small> What is common concept for humans? Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. 日本の考古学者の先生たちはこう結論付けています。縄文人には文字はなかったと。縄文人には文字はなかったと。つまり縄文人は意味を表す文字を持っていなかったと。2万年にもたって高度な文明を維持した縄文人ですよ。その縄文人に文字はなかったというのです。つまり世界の文明の中で 文字を持たなかったのは縄文人だけというのです。が本当にそうでしょうかそんなことがあり得るでしょうかがどっこい。縄文人は文字を持っていました。縄文人は文字を持っていました。しかも極めて高度な文字を持っていました。それをこれから皆さんに紹介しますが、その前に縄文時代が世界に先駆け、いかに高度な文明を持っていたかを皆さんに分かっていただきたいと思います。 が、その前に、まず私たちが持っている常識を変えなければなりません。作り上げられた常識です。例えば、縄文土器。縄の文様が入っているから縄文土器。その縄文土器は土器だというのです。つまり、壺。英語でもパトリーと翻訳されています。が、その壺を逆さまにしてみてください。火炎土器と呼ばれる炎が表現された土器だとわかりやすいですね。 そう、縄文土器はどれもそのままビマーナ型のロケットを表現しているのがわかります。ロケットです。私が縄文土器ロケット説を発表してすでに3年以上になります。当初はとんでも説としてネット上で散々叩かれましたが、ビマーナ型ロケットであることには間違いありません。もちろんそのうち壺として使われたものもあるかもしれません。 が、基本的には、ビマーナ型のロケットです。が、ただのロケットではありませんでした。その表面には、極めて高度な文字が書き込まれている可能性があります。称し,して、縄文文字。それを説明する前に、大きく脇道にそれますが、どうかお許しください。縄文時代という時代が、 日本人の私たちのみならず、世界の文明にとっても極めて重要な位置になったことを、まず皆さんに知っていただきたいからです。つまりその上で大前提として、縄文人に文字がなかったと考えることの方が、馬鹿げていることを皆さんにも理解していただきたいからです。では、画面を見ながら説明します。まあ、こうして、もう一度、 見るとですね、これは誰が見てもですね、ビマーナ型の宇宙船もしくはロケットということになるのではないでしょうか。これをひっくり返してですね、まあ、土器ということの方が私は無理があると思います。もちろん、えー、土器として使われた、まあ、土器もあるわけですけどもね。で、こうした形、模様の謎を解くためにはですね、一度私たちの常識をひっくり返してみなければならないということですね。 でないと、まあそうした謎は解けないということになります。で、縄文土器を皆逆さまに置いてみました。まあこれらはビマナ型宇宙船もしくはロケットということになります。特に火炎土器はですね、下に火炎を吹き出しながら、そして空高く飛んでいく様を表したものだと私は考えています。そしてこうして見て、 見るとわかるんですけども、着陸ギアをですね、広げたり出したりしている、まあいろんな、まあバリエーションがあるということがわかります。まあこれなんか着陸ギアを出してですね、今にも着陸しようとしている様を表していると私は考えています。で、この、まあ、まあ動機に注意していただきたいんですけども、同じ形の、まあ UFO がですね、実はペンシルバ,バニアで,ですね、ケクスパーグに墜落しています。右がその、 まあ、どんぐり型 UFO と呼ばれているものです。まあ、ちょっと脇道にそれますけども、まあ、こうした形がですね、決して UFO のとしてですね、かん、がないというわけではないということですね。で、これはあの、ケックスバーグに墜落した UFO を、まあ、放置た新聞記事ですけども、まあ、このような形のものがですね、墜落して、まあ十、多くの住民の人たちによって目撃されたということですね。で、住民たちは、 まあそうした記憶を消さないようにということでですね、ドグニ型の UFO の模型を作ってですね、街の、まあ、入り口に飾っているということですね。まあその思いと言いますかね、何とかして自分たちの記憶を後世に伝えていきたいという、まあそういった気持ちはですね、そのまま縄文人たちの心に通ずるのではないでしょうか。まあ、これがケックスバーグに吊落した。この まあ UFO はですね、コパ、銅の色をしていたというふうに表現されています。まあこれについての動画は別のところで詳しく、えー、紹介し、全文を翻訳しましたので、えー、興味のある方はそちらでご覧になってください。 で、もう一つ付け加えさせていただきたいんですけども、これは誰が見てもエイリアンですよね。遮光器をつけたエイリアンです。そして足には歩行補助装置をつけています。で、縄文人たちがですね、このような衣服を、まあ、着ていたなどと考えることの方が無理があるわけですね。まあ、明らかに現在風に言えばスペーススーツということになります。まあ、頭には 通信アンテナらしきものをつけていますそしてこうしたエイリアンがですね、えー、ディマーナー型の宇宙船から出てきたと。というふうにして、まあ、お互いに整合性を持つわけです。で、これが土器なのかってことですね。でもう一つ脇道にそれますけども、静岡県の磐田市周辺でですね、えー、大変奇妙な、まあ、土器といいますか、 埴輪が見つかっています。これがそれなんですけどもね。頭の部分は、あの、学芸員の方が適当に何か別のものを置いたそうです。で、下の部分ですね。これは、まあ、傘ということになっているわけですけども、まあ、誰が見てもですね。まあ、誰が見てもって言いますかね。私の目から見れ,見ればそうなんですけども、UFO なんですね。で、これを UFO と見るかどうかっていうところが大きな分かれ道になるわけです。 まあ、傘と見る方が合理的なのか、UFO と見る方が合理的なのかという問題になります。傘とするならば、なぜ傘などを作ったかという、また別の謎も生まれてくるのではないでしょうか。で、上が、これが岩田市周辺で見つかった、まあ、土器、埴輪ですけども、下がマヤ、アステカで見つかった、まあ、アーティファクトですね。で、比べてみますと、大変よく似てると。と同時に、えー、1100年から1300年、 にかけてですね、このような、まあ、土って言ったらい,いと言ったらいいのでしょうか。こんなものも使われているということですね。これも誰が見てもですね、宇宙服に身を包んだ宇宙飛行士ということになります。そしてこんな奇妙な、まあ、アーティファクトも見つかっています。まあ、これについても別のところで詳しく説明しましたけれども、と同時に、このような UFO が、の模型が見つかっています。で、テーブルにはですね、まあ、鉢があって、そこからは、 まあ人間し、人間に似たエイリアンが中に、まあ、あるということですね。上が岩田市で見つかったアーティファクト、下が、ああ、マヤで見つかったアーティファクトですけども、まあよく見ていただくとわかりますように、ラインの引き方などはですね、まあ大変よく似てると言いますか、私は同じ。イコール上が傘というよりは、むしろ、えー、UFO だというふうに考えています。まあこうして、 つながっていくわけですね。まあ皆さん自身で確認してください。そこで、えー、縄文文字、うん、の説明しますけども、長い前置きになりましたけども、世界の文明にを調べてみますと、文字のない文明っていうのはないんですね。メソポタミア、それからバビロニア、それから古代ギリシャですね、それから古代エジプト、インダースバリーでももちろん見つかっています。それから、ベン、 ベンガリですね。それから中国、甲骨文字ですね。そして、えー、タミール、マヤ。で、インカの文字はですね、紐文字ですよね、まあ。まだ解読されていないそうです。そして、古代アフリカでも見つかっています。では、日本の縄文文明はどうだったのかっていうことになりますよね。で、喋ってみました。どうして、2万年近くもですね、 高度な文明を維持した縄文人に文字がなかったかということなんですよね。それが、まあ、縄文文明の最大の謎ということになります。で、私はこうして、まあ、縄文をですね、改めて、まあ、見直してみました。まあ、縄文時には縄文の、まあ、縄の、ね、模様がこうして表現されているわけですけども、私は最初にですね、以前、ところどころに同じパターンが繰り返されていることに気がつきました。えー ここですね、赤い枠で囲っていましたけども、こうして並べていますと、ラインがあるんですけども、途中でですね、U ターンして、互いに U ターンして、まあ、曲,曲がってるんですね。で、これもそうなんですね。で、なぜ、まあ、このようなパターンを繰り返すかってことなんですけども、まあ、普通ならね、まあ、こうしたものを作った人の癖が出てるってことになりますけども、場所も時代も大きく離れています。が、それにもかかわらず、このような、まあ、共通性って言いますかね、共通したパターンが見られるということですね。 まるで囲んで見えましたから注意してください。つまりですね、えー、これを作った人の芸術的なね、やるスマになってますか、創造性によって作られたものではなくて、一定の規則性、すなわち、統一性を持った共通性を持って、えー、作られているということですね。で、文字であるため、文字であるということの判断の第一条件は、その共,一共通性、もしくは統一性があるということですね。まあ、それがあれば、文字と判断して、今度は次の作業、すなわち、 解読にかかるわけですね。まあ、それがまああの文字としての第一条件ということになります。が、調べてみますと共通性があるんですね。注意深くご覧ください。少し拡大してみます。ここが今日のポイントということになります。こうして見てみますと、同じようなところに同じようなまパターンが繰り返されているということですね。 ただ、ラインの数はですね、縦線は1本になったり2本になったりしますけども、基本的なパターンは同じであるということです。すなわち、共通性があるということなんですね。で、共通性の中、共通性があれば、その中から統一性を、統一性をですね、引き出して、文字として解読できるということになりますが、同時にそれは、これがですね、文字であるということを意味します。縄文字たちはですね、ただ単、 単にね、まあランダムにこうした模様をね気が赴くままに作ったのではなくて明らかに統一性を意識したなわち共通性を意識してこうしたパターンを、まあ、縄文時の上に描いたということですなわちこれらは私は文字であると判断しましたいかがですか縄文時には文字がなかったのではなくて現在の私たちですらもね解読できないような 大変になってますか複雑で高度な文字を持っていたということになります。まあ、これからね、これをどのように解読していくかということが大きな問題になりますけども、ともかくもこれは文字ということになります。模様ではありません。文字です。 ということで、かなり以前に作った動画ですけども、もう一本つなげておきます。どうかご覧になってください。縄文人も文字を持っていました。Bye for now.Hello, this is Hiroshaya Shihama m a s e i Japan. 縄文パターン is ancient barcode. 縄文模様は古代のバーコードだった。 縄文時代には文字はなかったとされています。しかし本当にそうでしょうか今日は皆さんと一緒に縄文土器の謎を解いてみたいと思います。えー、これが火炎、まあ土器ですね。まあ燃え上がる火の炎のになってるっていうわけです。これ逆さまにしますとまさにロケットなんですね。それはともかくも下の方を見てください。 えー、縦線がザッザッザッと入ってますね。すべて一様に縦線でできているということなんです。ね、これからまあ縄文という縄の門という言葉が生まれたんですけどもね。でも、これだけの想像力があってどうして縦線だけこうも、なってますか、かたくなに当時の縄文人たちは守ったのでしょうか。まあこれが縄文土器ですけども、 上と下。上の方は火炎部ですね。で、下の方が縦線でなってるわけです。で、私はこれを見たときに、インカのキープを思い出しました。キープは、これは紐を結んでですね、数を表しています。そして、かなり複雑な計算もできたというふうに言われています。 ま、必要な情報をですね、キープに記録し、それをまた読んで使ったということですよね。で、このキープはですね、似たものが実はすごく最近まで日本でも使われていたんですね。縄文とキープ。縄文というのは皆さん、ご存知のように元々は縄の門という意味なんですね。で、比較してみました。 ここから謎解きが始まったわけですね。で、これが、えー、まあ、土キー A、土キー B としておきます。大変よく似てますけども、違ったあ、別のものです。A ですね。そして私はこの A と B を見ていたときにですね、同じパターンがあることに気がつきました。ここなんですね。一見複雑な模様ですけども、このように同じコンセプトでこう作ってある。左右反転してますけどもね。 で、私は気がついたんですね。これらの模様はただ単なる模様ではない。つまり、恣意的にその都度作られた模様ではなくて、意味のある模様であるというふうに気がつきました。まあ、もちろん、キープがー、一つの手がかりになりましたけども、そこで、この縄文模様を比較してみました。もちろん中にはですね、 ひょっとしたら、意味も、意味も分からずですね、身を見よう見まねで作ったのもありますから、それはあの、道卓についてもそうなんですね。元の意味も分からないまま、後の人たちが、まあ、はっきり言えばデタラメに作ったっていうもの、ものもありますからね。すべてがこのパターンに当てはまるとは私は思っていませんけども、しかし、私が調べた範囲では、こうして、まあ、形をですね、分類していますと、 まあ違ったものは違ったもの、違ったものとして分けてみたんですね。そうしましたら、10個のパターンに分けることができました。で、他のからですね、似たのを持って似たというか、いろいろ探してみて、称号してみたんですね。で、これとこれ、上と下は同じだという意味です。同じパターンで、二重丸って言いますか。そして、違ったのを上に並べた。並べました。で、似たのは、 まあ、そして除外していくわけですね。他の縄文あ土器の模様と同じ、から持ってきた模様とね、あの、同じものは除外したわけです。これも同じだと。上と下、Y のような Y のようにくっついてますね、途中で。これも上と下同じだと。で、違ったものを上に並べていきました。 もう、こうして、ま、いろいろなね、縄文時から、その部分を切り抜いてきて、合うか合わないかというふうに合わせていったわけです。で、同じものがあれば、あの、そのまま、捨てて、そして、あの、そうでないものがあれば、上、上の段ですね、に、まあ、並べてみたわけです。まあ、大変ラフになっていますか。あのー、ここでは荒っぽい称号ですけども、こうしてみますと、 10パターンにこう分けることができたんですね。10パターンということになりますと十進数ですからね。インカのキープと同じなんですね。そうしますとこれは文字というよりも数字であるというふうに私は判断いたしました。縄文児たちは何か意味のある パターンをこうして残したわけですね。じゃあ意味のある、意味とは何かというと、いわゆる自の数字だということなんです。で、私は簡単な方からですね、一番簡単なものから順に番号を振ってみました。まあ一番、これはあくまでも私の感覚的な判断です。で、1、2、3、まあ、まあどれを持ってきてもいいわけですけども、まあこういうふうにですね、あの、まあ、た、例えばですよ、これはあくまでも仮説として、こうして、 まあ簡単なものからだんだん複雑なものへと、まあ他の並び方もあるのか,あるのかもしれませんけども、一応こういうふうに並べてみました。あるいは一番左のものはですね、あの、くの字の部分がですね、いろんなあの、100の位、1000の位を表すのかもしれません。あるいは他にまだあるのかもしれません。ともかくも、非常にラフなやり方で今日は失礼しますけども、こういうして、まあ10パターンに分けることができたということなんです。 で、まあ、検証してみますと、上が今言った10パターンですよね。で、下に、あの、他の時のを持ってきて、形を、まあ、簡単に、これはちょっと厳しいかなという部分もありますけども、こうして3、9。これなんかは面白いですよね。ちょうどあの、反転した形で9を表しているわけですね。例えばですよ。例えば9だということなんです。これは3だと。 いわゆる、あの、まあ、一つには、この、ほぼこの10パターンに集約できるということ。模様であればですね、それぞれ創造性が働きますから、横線が入って斜め線が入ってもいいわけですけども、カタクに縦線を守ったのはなぜかということなんですよね。すなわち、これは意味のある線だからなんです。それを崩してしまったら意味がなくなってしまうんですよね。他の土器でもやってみました。 もし、芸術的な創造性で作ったもんであればですよ。その都度、制作者はですね、恣意的な、その、なんて言いますか、デザインをどん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 入れたと思いますよ。しかし、そうではなくて、まあ、あの、こうしてみますと、えー、ほぼ、10パターンに分けられる。中には、縦線だけのものも、もちろんあります。しかし、よく見ますと、これなんかそうですけども、 順番に見ていきますね。比べてみてください。だいたいこの、だいたいというか、まあ、あの、私の手持ちの資料が少ないものですから、これから、あの、あちこちの高校館行って、あの、綺麗なああ、いわゆるその、なんて言いますか、 データって言いますかね。あの、基本的な写真を集めていこようよと思ってますし、明日は図書館行こうかななんてね、思ってますけども、あの、こういうふうに、こう、なんて言いますか、あの、パターンに分けて、そして数字が、組みる、組みを組み入れることができるんですね、皆さん。で、私はですね、まあ、さらにまあ、皆、あの、検証することを約束して、まあ、今日はですね、まあ、これがですね、私は古代人のバーコードであったというふうに、 ま、仮説を立ててみました。なわち、何か意味のあるパターン、すなわち、文字、すなわち、数字であるというふうに結論付けたわけであります。縄文人は文字を持っていなかったく。 というのは、ありえないことですね、皆さん。これほど素晴らしいデザイン的感覚を持ちながら、そして幾何学的模様を作りながら、文字を作らなかったなどということは、常識で考えてもありえないんですね。しかも縄文時代というのはですね、世界の文明の先駆けすなわち、日本という国は神々の本拠地ですからね。その日本に文字がなかったなんていうことはおかしいわけです。現にインカにはあるんですよね。 インカ人、それからその上のマヤ人、アメリカ、インディアン、エスキモ、それから、あみんな縄文人がその文化を伝播していったわけです。もちろん、えー、西のペルシャにも縄文人が文化を伝えていきました。そしてですね、驚くべきことに、ごく最近までですよ、先ほども言いましたように、日本ではこの欠、欠っていうんですかね、は使われてたんですね。 沖縄では、琉球王国ではですね、朝税準備や日を数え抜いて数える手段として使っていたということなんです。もう一つ世界地図を見てください。日本の縄文はここにあるわけです。縄文時はここにあるわけですね。そして右の方へ来て、インカ。そして琉球にもあった。縄文だけに。 数,数字がなかったと考える方が私はむしろ不自然だと思います。という視点で縄文時をもう一度考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 縄文 letters cuneiforms in smell originated in Japan. 縄文, letters were its origin. 縄文文字縄文文字シュメールのくさび形文字の起源はこの日本にありました縄文文字がその起源でしたまたベイ and 広し林 Japan2016 年の2月29日 マタベイさんからこんなメールが届きました。私たちが縄文ビーナスと呼んでいる縄文イナンナの向かって右側、左側頭部の上に奇妙な模様がある。その模様をくさび型文字で読むと15という数字が浮かんでくる。15というのはイナンナ・イシュタールの神聖数である。と。これはマタベイさんの大発見です。 で、皆さんに、縄文イナンナを紹介します。縄文イナンナです。このイナンナの、向かって右側縄文イナンナの側頭部に奇妙な模様があります。この渦巻きについては後で説明します。イナンナシタあルの、神聖な シンボルマークです。これが縄文ンナですね。そして向かって右側、左側側頭部にこのような模様があります。今日はこの模様に注意してください。右側のこの模様ですね。で、ここに奇妙な模様が彫り込んであります。この模様をですね。 シュメールに残るくさびが多文字と称号していますと、ここに10という数字が浮かんできます。そして、その右側に5個の点が打たれています。10足す5、すなわち15、すなわち、イナンナ・ヒュタールの神聖数ということになります。中深くご覧ください。 10たす5イコール15。なあち、イナンナの申請数です。これは、又たべさんの大発見です。で、申請数について少し説明しておきます。これは、バウンダリーストーンですね。境界石です。それを図式化したものがこれです。 バビロニアの神々の、まあ、経図ということになります。ここにアヌ王がいます。エンディル、エア、すなわち、エンキですね。そして、頂点にイナンナ・イシュタールが立ちます。その右にシャーマス、そして下にニンフルサウがいます。そして、それぞれの神々は、神聖数を持っていました。アヌ王は60、エンディルは50、エンキは40、そして、イシュタールは15です。15です。そして、 え、シャーマーシュが20です。そして、ニンフルさんが12です。これが神々の神聖数です。で、縄文文字の話をします。縄文時代には文字はなかったということになっていますが、本当にそうでしょうかこの模様をもう一度見ていただきたいと思います。 この模様をくさび型文字に当てはめて読みますと、15という数字が浮かんできます。なーチ・イナンナ・イシュタールの神聖数です。つまり、こういう形で縄文人たちは数を表現しました。では、もう一度、縄文イナンナの話を繰り返します。これがシュメールに残っているイシュタール像です。 シュメルではイナンナと呼ばれていました。バビロニア、メソポタミアではシュ、シュタールと呼ばれていました。比べてみてください。共に仮面を被っています。仮面の証明は別のところでいたしました。縄文、イナンナはですね、顔の部分が中に彫り込んであります。こうして比べてみますと、両者が一致することに皆さんお気づきになると思います。が、それだけではありません。バビロニアに残る 土偶と比べてみてください。足の太さだけが異様に違うのはですね、右の縄文イナンナは歩行補助装置を身につけています。その証明もいたしました。そして顔を貼り合わせてみますと、この両者は全く同じであることに皆さんはお気づきになると思います。なあち、右は縄文ヴィーナスなどという名前ではなくて、縄文イナンナだということです。場合、広しはやし。そして、 耳飾りではなく、これはまさに、まあ、耳のような働きをするものであったと考えられます。そして先ほども言いましたように仮面が仮面を被っています。左の、えー、いわゆる石、まあ、タール像の仮面も別に見つかっています。まあ、このようにして仮面を被った縄文稲ナということになります。皆さん自身で確認してください。なあち、 縄文イナンナはイナンナ自身であったということ。そして、シュメールに渡り、バビロニア、メソポタミアではイシタールと呼ばれました。そして、こんなアーティファクトも見つかっています。これはイナンナというふうに、現地の考古学者の先生たちは結論付けています。シュメリアンイナンナガデスと書いてありますね。そして、このシュメリアンガデスの頭を見てください。渦巻きがあります。これがイナンナのシンボルマークです。 その同じシンボルマークが、縄文イナンナのやはり左側頭部に描かれています。なわち、私はイナンナである。そして、神聖数は15であるというふうに、その横に表現してあるということになります。つまり、縄文、ヴィーナスイコール縄文イナンナ説が、このような形で、形でさらに裏付けられたということになります。皆さん自身でしっかりと確認してください。そして、その、 模様はですね、えー、甲府で見つかっているドキッと言ったらいいんでしょうかそのブーツの側,側面にも描かれていますイナンナのシンボルマークですで結論ということになりますが今回、えー、又兵衛さんが発見してくださった事実にはもう一つ重大な意味が隠されていますなち くさび型文字はこの日本で生まれたということです。日本の縄文ビーナスの方が古いんですよ。ですから、くさび型文字の原型はこの日本で生まれ、そしてシュメールに渡ったということになります。これがその証拠です。つまり、縄文時代には文字がなかったというのは間違いで、縄文時代にも文字はありました。しかも、その文字というのは、くさび型の、くさび型文字の 原型となっていたということです。そうでないとおっしゃるならば、この申請数と見比べてみてください。縄文時代には文字がありました。そしてその文字はシュメールのくさび型文字の原型となったということです。これがイナンナ・イシュタールです。これが縄文・イナンナです。両者をもう一度比べてみてください。こうして、 日本の縄文時代とシュメールとは繋がりました。全く作り方のコンセプトが同じであることに皆さんもお気づきになると思います。そして同じようなヘルメットはバビロニアのみならず、インダスバリーでも見つかっています。ですから、この縄文イナンナはこう言いました。I am inanna 私はイナンナなのよと。いかがでしょうか マタベさん、大発見おめでとうございます。プラス、どうもありがとうございました。Bye for now 大切にしてください 22 25 50, 50, 22 2255 Sunny colors in my mind and soul die Türen, die

Mr. Vaughan Green wrote as follows. The Russians are well aware of Japanese togus, and Professor Kazantsev also fears their depictions of space suits. Kazantsev incidentally theorized that the 1911 Tunguska explosion was actually a nuclear-powered spaceship that crashed on the Siberian tundra. The Japanese reaction to all this is a bit puzzling. Hundreds of dogus are dug up every year, yet virtually nothing is mentioned about it. There are several internet websites called Dogu and Jomon, but I have found them to be almost useless. 6000年前の宇宙服を着たドグという本を書いた ロシアの研究者も 日本の土偶についてよく知っています。カザンセフ教授はツンムスカの爆発の研究者としてもよく知られています。カザンセフ教授はシベリアのツンドラで起きた爆発は核推進装置を持った宇宙船の爆発であったことを理論化しています。そのカザンセフ教授も日本の土偶が宇宙服であったと感じています。が、日本人の反応は少し わけがわからないものです。何百という土偶が毎年発見されているにもかかわらず、基本的にはそれが何であるか説明していません。土偶についてのインターネットのウェブサイトを見ても、どれも役に立たないものばかりですと。防軍グ,グリーンは、青森県の亀ヶ丘周辺で見つかった土偶について、現在の宇宙服と20箇所余りの類似点を挙げています。レンズ。 ベルト、リベット、着脱用のピン、イヤホン、ゴム製の帯などなど。そしてその上で、これらの装置は古代の日本ではありえないものばかりであり、宇宙からの来訪者が日本へやってきたとしか考えられないと。が、皆さんご存知のように、日本のアカデミックササイエティでは、こうした宇宙複説を完全に無視しています。たまたま昨日、 つまり2015年12月27日も NHK で長野県千代市で発掘された縄文ビーナス仮面の女神について妊婦であると説明していました。妊婦です。お腹が大きいから妊婦というわけです。で、同じように亀ヶ丘周辺で見つかっている縄文道具についてはこれは別のところでですが病気治療のために使われたまじないの人形であったと 説明しています。さらに、八戸で見つかった合唱道具については、安算を記念し、天に向かって一心に祈る若い女性と説明しています。なお、この合唱道具について、指が6本になっていることについては、実際には左右3本ずつが組み合わされていますが、古代人が間違えたと説明しています。病気治療のためのまじない人形と、 宇宙服。暗算を記念する若い女性と宇宙人説。どちらが正しいかは、ここでは結論付けることはできませんが、どちらの方がより合理的であるか、それを判断するのは私たち自身の問題ということになります。で、ここでは、縄文ビーナス、仮面の女神に焦点を当て、それらの土偶が本当に妊婦なのかどうか、もう一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 というか、私は、縄文土偶、イナンナ説を唱えています。妊婦か、イナンナか、それを判断するのも、私自身の問題ということになります。言い換えると、妊婦説とイナンナ説、どちらの方が、より合理的か、ということになります。というか、こうした回りくどい言い方は、私のやり方ではありません。ここにご覧いただくように、縄文ビーナスにしても、 仮面の女神にしても、バビロニア、それに、ウィンカで同じものが見つかっています。似ているというレベルを超えて同じです。どう同じかは、今皆さんにご覧いただいてますが、つまりこうした事実を皆さんはどのようにお考えになりますかやはり、偶然だとお考えになりますかそれともその向こうに何かもっと重大な謎が隠されているのではないかとお思いになりますか それも皆さんの判断ということになりますが、大切なことは、こうした事実を積み重ねながら、そしてそれを統合化し、理論に組み立てていくことではないでしょうか。不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ、だけを繰り返していても、前には進めないということです。あるいは、そのまま謎の迷宮に入り込んでしまうかもしれません。なお、6000年前の宇宙服を着た土偶の著者のボーガングリーン氏は、 In July 1997, a Japanese artist displayed in San Francisco a statue which was obviously made to ridicule dogus. Why? Does the government know something they don't want the public to know? Is there some hidden knowledge about early shinto legends which said the first emperor was a product of a sky god mating with a human and why has the japanese government recently given 40 million dollars to start a ufo conference center is this part of a campaign of misinformation 1997年の7月、日本のある芸術家がサンフランシスコで明らかに土偶を馬鹿にしている像を展示した。なぜ日本政府は何か公に知られたくないものを持っているのか日本の最初の天皇が空の神と交配して生まれたという古代の伝説について何か隠しているのではないか なぜ日本政府は UFO 会議センターの発足にあたって最近4000万ドルものお金を寄付したのかそれは偽情報拡散運動のための一環ではないのかと。つまりこうした疑念を海外の研究者たちも持ち始めているということです。なおこうした情報は当初私の YouTube の視聴者の方からもたらされました。アメリカ在住の方と思われます。 暴君グ,グリーンという人がこのような本を書いているが、ヒロシはどう思うか、と。が、肝心の日本人自身がこうした問題に興味を持っていない、というか関心を持っていないということは、とても残念なことに思います。いえ、道具のことを知っているとか知らないとかということではありません。縄文ビーネスや縄文の女神は妊婦である。 と教えられても、何も考えないで、そのまま、ははーっと頭を下げて受け入れてしまう。そうした問題について、えー、興味を持っていないということは、とても残念なことだと私は考えています。つまり、上から流れてくる情報に対して、それがどういうものであるか、えー、自分で考えようともしない。わかりやすく言えば、思考、能力そのものを失ってしまっている。それが私には、 とても残念なことに思えるのです。ともあれ、大切なことは自分で見て、自分で判断するということではないでしょうか。そういった意味で、2015年年末特集第5弾、縄文道具について改めて考えてみることにしました。広志林、市、ハムマセティ、ジャパン。